こんにちは。こんにちは。小原田水佐です。小原田ひろみです。昨日はね、池袋で、なんだろうな、フィンナ、うん、フィンと、ね、あのマスクと、はい、スノーケルのね、はい、3点セット買いに行った、うん、なんかすごいこんな K がなんか熱中すると思わんかったね、うん、思わかったね、うんうん、あのもうね、あの着物買ってあげて、あれ何年前、去年はなんかこう何買ったんだろうな、あのあれさ、ほら足になんかできたじゃん、皮膚病みたいな形で、ああ、なんとかバラ、うんうん、あのちょっとあの、うん、湿疹がね、そう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 、うん、あれがあってさ、うん、あの直接海に入るとっていうんで、うん、なんか買ったじゃん、スーツみたいなやつでしょ、うんうん、そうそう、うん、なんかそれ行ったんだよね去年は、うん、でその何年か前にあのキコにも買ってあげたのよ、うん、のピンとマスクとでしょ、うん、3点セットをな、うん、でまあそれでああいう店は行くことないかなと思ったんだけどさ、本当に消えていくとはね、ね、うん、意外だったね、うん、まあ小笠原で随分と上手に泳げるようになって、うんうん、嬉しいんだろうな、そうだね、うん、結構短時間で、まあそれは行ったメンバーも良かったんだけどね、ひとみさんがいたし、うん、あの一人ね、あのすごく上手な女性がいて、うん、教えてもらえたね、うんうん、そうで、自分の欲しいってやっぱりね、道具は違うよね、うん、もうなんかうちなのは昔の安いおもちゃみたいなもんだからさ、そう、うん、だからさ、うん、まあね、せっかく泳ぐならね、うん、いいので泳ぎたいでしょ、うん、うん、まあ、そうだね、うん、フィンなんか違うんだよ全然、あ、そう、そこもそこまでの域にわからないから、うん、そうそう、俺もさ潜らないから別にどうでもいいんだけどさ、うん、うん、いや、ああいう子らにとってはさ、うん、あ、随分違うよ、うん、うん、で、そこでさ、うん、あのお姉さんがさ、いろいろとね、相談乗ってくるわけよね、うん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 、話してたらさ、うん、御蔵島どこで泊まるんですかって言うからさ、うん、今度9月に2人で行くでしょ、うん、ね、で、いや鉄砲場ですって言ったら、ああ鉄砲場知ってます、道夫さんでしょって言ってさ、うん、あのよく行くんだ、やっぱ有名なんだね、よく行くんだって、うん、あの子も、うん、あのその子も行くんだって、うん、うん、あ、まあそんなことでね、なんか同じような趣味というかね、うん、うん、そんなの人と出会ったりして、うん、すごい、あのあれだね、いい会話だったね、うん、よかったね、うん、うん、でまあね、キコとキエが2人でね、うん、買い物に行くつのまたね、うん、これもやっぱりね、離れて暮らしてるからだよ、そうだね、うん、もし一緒だったらよく言うじゃん、キエ、もし兄弟じゃなくて、うん、クラスにキコみたいな子がいたら絶対仲良くならないってそうだよな、キコだと同じだよ、うん、うん、お互い様だよ、うん、な、でだから本当にね、家族っていうのはさ、うん、そのべったりとね、うん、一緒にいればいいってもんじゃないね、うん、うん、ちょっと離れててたまにはぐらい一番いいねかもね、うん、で化けの顔なんか剥がれないうちにさよならした方がいいのかもしれないね、そうだ、うん、そういうことよ、うん、うん、ならまあね、我々もそうじゃん、結婚当初はさ、うん、ね、すれ違いでさ、ほんと月のうち半分一緒にいなかったよね、なあ、うん、うん、だから思ったんだよ、そう思うそう思うな、うん、うん、だそういうのはあるよ、うん、うん、だからあんまりさ、なんていうの、家族だからこうしなきゃいけないとかさ、うん、なことあんまり考えない方がいいよ、そうだね、うん、家族だってやっぱり別々の人格だしさ、うん、趣味も違うしさ、性格も違うしさ、うんうん、でもやっぱりさ、親になって思うんだけど、自分が子供の頃にしてほしかったことをやっぱりしてあげたいとかさ、うん、あるよね、投影ってない、いや、あるけど、まあ、あなたは結構あるよな、うん、だけどもさ、だってあなたがしてもらいたいことと、うん、子供たちがしてもらいたいことと違うんだから、うん、だけどやっぱり自分がしてもらって嬉しかったこととかさ、うん、やっぱりしようとするよね、うん、まあするけど、うん、でもそこはね、うん、セパレートしなきゃいけないんだよ、分かる分かる、うん、でもだからそこってさ、うん、よくマイナスの連鎖ってよく言われるじゃない、うん、例えばその、うん、まあ、あの言葉は悪いかもしれないけれども、まあ、虐待の連鎖みたいな、うん、そういう負の連鎖ってあるっていうでしょ、うん、あとは貧困の連鎖っていうのを言われるわけね、うん、子供が、うん、そうするとさ、やっぱりプラスの連鎖っていうのはあると思うわけ、うんうん、それをいかに押し付けではなく、うん、するかってことだと思うのね、うんうん、お母さんはこれをしてもらってよかったの、あなたにもするわよするわよ、うん、じゃあやっぱり嫌でしょ、うんうん、それは嫌だよ、うん、まあちっちゃいうちはそれはもうね、選択の余地ないから、うん、親の言うと聞かざるを得ないからさ、うん、うん、そのやらざるを得ないけどさ、うん、でもまあだんだん大きくなれば、うん、それはやっぱり全然違うよ、う
まあね、で私はほらサロンでアニマルコミュニケーションってね、動物のコミュニケーションやってるけども、でももしかしたらこう家族の中でのコミュニケーションっていうのが一番大事かなって最近思うね、なんかやっぱりいろんな方の相談を受けてて、もちろんそのねいろんな出方って違うんで職場での悩みとかさあるんだけども、でも根本の、まあ、家族関係みたいな、そこってやっぱ大きいかなって、いやだから家族ということでさ、妙になんか期待しすぎたりとかね、慣れ合いがあったりとか甘いすぎてもいけないし、そういうものがね、絶対あるよ、だってさ人との付き合い方と家族って全然違うわけでしょ、でもその距離の取り方っていうかさ、やっぱそれを、どうやってこう勉強するかじゃない、こう独り立ちするまでの間にさ、その機会がなかなか今ないのかなってちょっと思ったりした。そうだと思うよ、本当にそう、距離はきちんと取らないとね、いけないと思うしさ、やっぱりいくら自分の子供であってもやっぱ魂は別ってそこの結論に行き立つわけですよ。そういうことよ、行き着くわけですよ、もう絶対魂は別物だから違う、だから子供だからっつってねえ、なんていうの、腹立ててさ、ねえ、いいものでもないわけだから、所有物ではないっていうこと、尊重していかないとさ、いけないわけでさ、まあ、その辺はね本当に家族って大きなテーマだと思うよ。そうだね、今日はまあ終戦記念日でさ、まあ、本当になんか、平和っていうものがなんか今まで以上になんていうの深くこう感じる、わけだけどさ、だけどもさ、世界平和の根本ってのは家族平和だからな。そうだね、家族が喧嘩しててさ、そういう家族が集まってきて世界平和が成り立つかって、それは無理だよな。そうだね、でも同時にその人間同士の理解のするっていうのはさ、すごく難しいことだしね、ある意味戦争起こっても仕方がないようなね、存在なのかなと思ったりもするしね、だからさ、そこで動物さんのなんていうの、無償の愛っていうかさ、そういうのが時々こうポッポッと最近出るじゃん、ね、なんだっけ、襲われた襲われた時にちっちゃな犬がもう、なんていうの、こう襲いかかって、あの子供を助けたとかさ、あるじゃん、そういうのがさ、ポツポツと最近すごくニュースに出るんだよね、それはもしかしたら私がそういうアンテナを張り巡らせてるからかもしれないけれどもさ、だからやっぱり人間ってそういうものから学ばないと忘れてしまうのかなと思う。そうなんだよね、本当の愛情っていうかさ、そういったもの、大事なもの、何か大事なもの、本当に、だから人間を理解するんじゃなくてやっぱり動物を理解することから始めないと成り立たないし、それはやっぱ植物を理解することとかさ、なんかそういう風になってくるのかなと思う。そうだよ、だからあなたのブログにさ、ハムスターのこと書いてあったけどさ、そうハムスターの、あれが、私怖くて動画見れないね、お祭りであるんだって、なあ、だけどさ、ネズミはどうなのって。そうなあ、ネズミは駆除されるんだよ、なあ、昔子供の頃ってネズミ捕りあったよね、田舎ではさ、ネズミが始まったから天井、私も知ってるよ、ネズミ捕りのこんなあのカゴみたいなやつ、でそれをさ、なんか水につけて殺しちゃうんだ、そういうこともやってるわけだしさ、じゃあネズミとハムスターとか違うんだって、そうだよねそんなことも考えればさ、矛盾だらけさ、そうだよね、でなくんってだね、食べてるわけだから、そうだよね、肉食べね、だからそういうことじゃなくて、なんかもっと根本的なものをさ議論していかないとさ、あれはいいこれは悪い、よくいるじゃん、イルカと牛の話もあるしさ、そう、ね、そういうこともあるし、なぜ牛はよくてイルカはダメなのかとかね、そんなことをさ議論してても答えは出ないんでさ、命にどう向き合うかっていう、まあ、ちょうど今日は終戦記念日だしさ、本当にそれをどう生かすかってことでね、命、せっかくいただいた命をどう生かすか、だから人間だってさ、やっぱりね、みんなのなんていうの、人種によってなんていうの、重さが違ったりするわけでしょ。あるよね。なあ、それはいけません、ありませんって表向き言うけど、やっぱり明らかな差別ってあるよね。人種差別って明らかにあるし、あるよね、で例えば人間どう、同じ人種だってさ、やっぱりあの障害を持った人たちはさ、やっぱりそれ大変な思いしてきてるわけだし、またあの健常者と言われる中でもさ、勉強できなかったらどうとかさ、もうそんな社会じゃん。そうだね、いじめられる子もいるんだしさ、だからさ、やっぱりそこなんだよ、あの根本がきちんと抑えられてないから、ね、そういう問題起こってくるんでさ、でもこれ多分根本を抑えることすごく難しいと思うよね。難しいよ、難しいよ。だけどもそれについて考えるだけでも違うともいいなが、これでいいのかなって、
ね、私一人一人の力はでき小さいし変えられないけど、これで本当にいいんだろうかって思うだけでエネルギーがわーっと私は変わると思うんだよね、うんうん、それはそうだよ、ね、うん、考えることは必要だよ、うん、それを見て見ぬふりするのが、うん、それが一番いけないと思う、見て見ぬふりっていうのが、うん、そうだよな、うん、だからある意味で綺麗事の言い訳でさ、うん、済ましてさ、うんうん、あの一つ踏み込んだところを見ようとしなかったりするわけだからさ、うんうん、まあ、そんなこともね、これから本当考えていかないとね、うん、まあ、あんまりいい人になっていかないよこのままだと、うん、本当に共存するってこととかさ、うん、共生するとかさ、うん、そういうこと共感するとかさ、うん、そういった感覚を、うんうん、やっぱり持ち続けるというか意識しないとダメだよね、うん、これはね、そうだよね、うんうん、だからね、せっかくの今日はさ終戦記念日だからさ、うん、まあね、やっぱりこうぜひね、平和を祈ってさ、うん、で自分はその中でどういうことをやればいいのか、うん、ね、大きなことじゃなくていいからさ、うん、まあいいよ、今日だけでも家族仲良くするでもいいだろうしさ、うん、そうだね、な、そんなことでもいいからね、な、そういう形でちょっと一歩をね踏み出してもらうといいなと思うね、うん、自分たちもね、やらないといけないと思うしね、はい、どうもありがとうございました。ありがとうございました。